コリオンです。今回の、ですね、雑学はこちら。はい、ってことでですね、峰打ちはどれくらい威力があるのかということですね。時代劇でよく使われているこの峰打ちがあるじゃないですか。つまり刀の背で相手を打ち付けるという攻撃によってですね、相手にはどれぐらいダメージがあるのかということなんですね。時代劇ではですね、結構音がして相手が倒れる。その代わりに覚えておけと言って逃げていく。この峰打ちは打ち所によってダメージが全然違うということですね。はい。腹や背中、太ももを打たれた場合はですね、打撲傷程度で済むということですね。悪くても内出血程度ということなんですね。もし、頭部を打たれた場合ですが、頭蓋骨にひびが入り致命傷になる。手や足を打たれた場合はですね、骨折の可能性もあると。はい、いうことです。